たサードライナー、快音残しましたけれども、サード松田の正面でした。いい反応を見せました松田です。ちょっとね甘く入ったんですよ。続けたんですけれども最後どうするか。ちょっと今太陽が、雲で隠れたんでカニザレスがサングラスを外しました。ね、はい、右バッターに対して、4つ目ですか今日ね、フォアボールがね、はい、川島2つ打ち返しとっとカニザレス1つです、はい、ですね、そのバッターボックスカニザレス、まあ、ここもサングラスをして入ったんですけれども、どうもカニザレスバッターボックス入ると太陽が隠れてしまって、そうですね、ここで隠れて、島追いかけていってバックネット前、ファールボールです。一方、則本からレフトにツーベース、このヒットがありました。昨日は4時にプレーボールがかかりました、はい、このコボスタ宮城、今日はデーゲーム、まあ、昨日ピッチャーレフトに打ってこれが福田の前ワンバウンド、人ださあセカンドランナーも三塁までホームに帰ってきた。そして打ったピッチはセカンドへ、銀にやりました、うん、2球目止めたバットはファウルになりました。さあフルカウントです。さあ下からだと思える、レフトへ引っ張った、井上がやりました。デスパイに帰ってきます。そして一気にもう一人帰ってくるか、バックホームされる、ホームイン、次の目は最後挟まれる、最後はタッチアウト。しかし2点が入りました。合計3点を奪った1回の裏の千葉ロッテマリーンズ、高浜であり井上であり140ぐらいのちょっとこう動かすようなねボールがいくつか見られます。今度は完全にバットに西寄りました。1球で大野を料理しました。この2回の表も涌井バットは2つ、ただこれは広いファールグラウンドに落ちました。今も160キロの、今150台ですかね、まあ、ただ非常に前向きだったのはやはりもう神様がね与えてくれた試練なんで、という逆に若いのをもっと使えっていうことだというふうに思って、と これはスイングしていた、バットに当たってるかどうかじゃないですか、かなり自信を持っている雰囲気は感じますが、このどういう判断に最後なるんでしょうか。デッドボールという判定ですか、フォアボールですかね。先ほど離脱がありました、まあ、急にあの関節とかがすごく痛くなって、いつ分かったら39度近くあって、これは打ち上げてしまいました。レフトフライ、ツーアウト。より強くなっていい結果につながったと言ってました。相当寒いんですね、目以外は全部覆ってる感じです。また今年もあのファンの方々とここでデスバイナさんのあのフレーズいただけますか。デスバイナ、また今年アジャパー東京満員3万の、もうフルスイング、ヘルメットが落ちました。落ちる球でよろしいですか。フォークですね、さあ柳田です。うお、フルスイングです。まあ、柳田も1本ヒットが出ましたんで、そうですね、はい、ただこのスイングです。おお、体に当たるボールを振りましたね。
珍しいですね、4本そしてナバーロの10本この2人の選手が対談しました。外のまっすぐいい球ですが判定ボール3ボール2ストライクになりました。ただ昨日1本ヒットが生まれたというチームっていうのはねなかなか計算できないですからね。そうですね、バットはインフィールド、ただボールはファールでした。バットはインフィールド、ただボールはファールでした。このイニングが抜群だともう1イニングということもあるでしょうか。バットの先っぽ緩いゴロ、ここはフェアだ。あ、これは仕方ないですね。はい、切れませんでした。まあ、井上のヒット18という防御率、ただこれ自己ワーストでした。強い打球弾いた、掴み直して俊足の荻野をさせるか、させませんでした。しかも飛び出してタッチアウト。語っていました。さあ、ソネスコバーです。今日は、同じベネズエラ出身、ライオンズにはメヒアという選手がいるんですけれども、今日はそのベネズエラ対決というでも、スコバは楽しみにしていました。メヒアはそのベネズエラ音楽に反応しています。まあ、このあたりが立山さん、今年 WBC もありましたけれども、まあ、この野球を楽しむというところはね、あの我々サウルボール、鋭い打球、ファイターズ5回裏に得点できましたから、はい、ここはね、あのなんとか右方向への打球、これはフェンス際になりますが、よく近藤を取っています。うん、結構な距離下がったということで、しっかりとフェンス際、最後バランスを崩しかけましたが、近藤しっかりと。ボール3つ、ランナーセカンド、バットが飛んでいきます、ファールボール。大前さん、はい、この聖澤選手ですが、オープン戦から結果を残して勝ち取った開幕スタメンだと思っていると、はい、で今年は外野陣岡島選手、そして和夫さん、ルーキーの田中と競争もあったけれども、自分で勝ち取った開幕スタメン、そこを自信に。アウトコース三遊間、これはもう俊足の聖澤、内野安打です。バットを放り投げるようにして打ってきました。まあ、この打順も二回り目ということになるんですが、セカンド銀次追いついて、一塁はアウトです。送球それたんですが、ですね、うん、このフォークを見ました。ファウルチップはミットの中、146キロ出ました。マックスじゃないですか。2球目は変化球外れてワンボールワンストライク。どうですか、この形が追い込まれるまで内川大輔陣やシュアマダーがですね、はい、怪我で開幕間に合いませんでした。この回先頭バッター4番のウィーラー、フォアボールを選びました。そして1塁ランナーは藤田です。ランナースタートした、そして判定はボールですね。ボールですね、はい、フォアボールです。あ、ランナースタートを切って島がよく見ます。セカンド、そんな中岡島三遊間を破っていた、三塁ランナーホームイン、セカンドランナーも三塁を回ってホームに帰ってきました。岡島タイムリー、これで2点取って逆転、4対3、ゲームひっくり返します。いやー、岡島好調。ここもアウトコースいっぱいのところストライクを取ってきました。セッツです。人数に甘えてもないですね。あ、そうですね。今日4安打の岡島、5打席目はデッドボール。右の肩あたりでしょうか、うん、はい、ウィーラーのところセッターへ、
センターが下がって最後柳が余裕を持ってこのボールを使いました。ツーアウトです。いい当たりでしたけれども、はい、感じはね悪くないです。